レカ、今日って家来れる？ユーマ、行けるよ。やったー。私今仕事終わったんだけど、ご飯は食べちゃったかな？食べてない。酒飲みながら来。うん。外食する？家で食べる？鍋の気分。じゃあ具材スーパーで買っていくね。助かる。じゃあまた家着きそうになったら連絡するね。オッケー。翌日。あー、ダメだ。沼だ。どうしたの、レイカ。もしかしてまたユーマさん？そう。もう会わないんじゃないの？そのつもりだった。でも昨日誘われてテンション上がって、顔見たらもう引き返せなくなった。まあ、イケメンだもんね。やばい。もうね、すべてがタイプ。優しいし、面白いし。あっちの方は？それはもう100点満点。昨日は何回戦したの？結局3回戦。元気すぎ。もちろん朝含めてだよ。それでも多いって。そう？自覚して。てか付き合いそうなの？それは無理かも。やっぱり？うん。ユーマくんはレイカのこと好きじゃないの？わかんない。でも彼女にはしたくないんだろうね。なんで？それは私が聞きたい。確かに。多分ね、他の女の子とも遊びたいんだと思う。形跡あるの？確証はないけど、どうせいるよ。じゃないとあの余裕は出せないもん。そっか。次はいつ会うの？わかんない。どうせ当日に誘われるし。会わないという選択肢は？ないです。沼だね。一ヶ月後。レイカ、久しぶり。電車でたまたま会ったけど、やっぱりレイカは綺麗だな。ケンジ、久しぶり。まあ、またそんなことばっか言って。いや、マジだって。大学の時からレイカは俺の推し。それよく言ってくれてたよね。今度よかったらご飯行かない？どうしよっかな。やっぱり彼氏いる？いや、彼氏はいないけど。俺とじゃ嫌か？そんなことないよ。頼む。一回だけご飯行かせて。もちろんお代は全部払うから。ちょっと待ってもらっていい？うん、返事はいつでもいい。10分後。ねえ、アンナ。ケンジって覚えてる？覚えてるよ。大学の時にレイカのことが好きすぎたやつだよね。そう。さっき電車でばったり会って、食事でもどうって誘われちゃった。相変わらず好きだね。どうしたらいいかな。何が？行ってもいいかな。行きたいの？わかんない。好きなの？それはまだない。でもいい気分転換かなって。ユーマを忘れる？うん。最近は会ってるの？月に2回くらい。私から誘うことはないし、向こうからもそんなに誘われない。そっか。確かケンジっていい企業を勤めてたし、年収とかもそれなりにあるんだよね。ユーマのことは好きだけど、フリーターだし、将来性ないし。私も今年30歳だし、そろそろ結婚視野に入れないとだし。私はケンジとご飯行ってもいいと思う。本当？うん。まずユーマとは付き合ってないんだし、そもそも束縛されてないじゃない？それはそうだけど、まだユーマのこと好きな状態でケンジに会ってもいいのかなって。それは全然大丈夫でしょう。食事に誘ったのはケンジだし、行くだけで喜んでくれると思うよ。そっか、わかった。ケンジとご飯行ってみる。うん、行ってらっしゃい。翌日。ケンジ、誘ってくれてありがとう。食事の件、ぜひお願いします。本当に？うん。やったー！マジ嬉しい。何食べたい？肉？魚？何でもいいよ。いや、答えてほしい。レイカが食べたいもの言って。じゃあ、お肉。オッケー、わかった。すき焼きとかどう？大好き。よし、じゃあ、すき焼きにしよう。和風でいい店があるんだよ。うん、楽しみ。で、日程いつにする？今週の金盤とかどう？わかった。絶対仕事を終わらせる。私も。数日後。レイカ。今晩どう？金曜だし明日休みだから朝までコースとかどう？ごめんユーマ、今日は予定があるの。マジか。何時まで？多分22時には終わると思う。じゃあその後来てよ。無理だと思う。なんで？明日朝早いの？別にそうじゃないけど。はあ。まあまた22時に電話するわ。数時間後。レイカ、仕事終わった。
定時で終われるように頑張った。ケンジお疲れ様。私も終わった。お疲れ。お腹空いてる？ペコペコ。俺も今日はたくさん食べよう。うん。3時間後。レイカ今日はありがとう。終始緊張しててごめん。やっぱレイカは憧れの人だったからつい固まっちゃうわ。そんなそんな、ごちそうさまでした。あんな料亭みたいなすき焼きは初めて。本当にありがとう。また会ってくれる？うん。嬉しいわ。今度はお魚食べに行こうな。うん、次は割り勘でいいからね。それは無理、俺が全部出す。悪いよ。女の子はお金かかるでしょ。それにレイカと過ごす時間は俺にとって最高なんだ。だからお金を払う価値があるんだ。ありがとう。優しいね、ケンジは。そんなことない、普通だよ。でも誰にでも優しくないよ。レイカは特別だから。告白の返事はいつでもいいからね。俺はずっと待ってるから。はい。10分後。あれ、レイカ？ごめん、電車。今日どうする？やめとく。なんで？気分じゃない。俺、なんかした？別にユーマは何もしてない。男でもできた？まあ、そんな感じ。彼氏？まだ付き合ってない。じゃあ最後に会おうよ。ダメ。なんで？まだ付き合ってないんだよな。これから好きになろうとしてるの。だからユーマには会わない。会うと気持ち揺らぐから？うん。それ俺のこと好きってことじゃん。そうだよ。やめとけよそいつ。じゃあユーマが付き合ってくれるの？一旦話せる？うん。じゃあ先風呂入っとく。荷物取りに行くだけだからね。わかってるって。すぐ帰るから。うん。翌朝。私最低だ。何どうしたの？昨日ね、ケンジとご飯行ったの。あ、そうだった。どうだったの？すごく紳士だった。大学の頃より垢抜けてたし、多分3万円以上する食事を全部出してくれたし、改めて告白してくれたし、もう何も言うことない。 OK はしたの？ううん、まだ正式な返事はしてない。そうなんだ。それに後ろめたい気持ちがあるの？違うの。昨日ケンジと別れた後にユーマから電話が来たの。え？もう決別したかったし、会うつもりもなかったんだけど、私の下着とか置いてたからそれだけ取りに行くって言ったの。すぐに帰るつもりだったんだけど、会ったらいきなり抱きつかれて、そのままやっちゃったの。あ、なるほど。もう私ってほんとクズだわ。そんなことないよ。悪いのはユーマだよ。いや、私も悪いよ。だって結局ユーマの方が好きってなったもん。そっか、その日は帰らず？うん、今も横でユーマが寝てる。本当に好き？うーん、やっぱさ、顔が好きすぎるんだよ。ユーマの顔が好みすぎて、ケンジにいくら優しくされてもユーマに会った瞬間ゼロになる。アンナ、どう思う？私はやめた方がいいと思う。ユーマを？うん。だってユーマといて何が残るの？レイカ昨日言ってたじゃない、ユーマとは将来性が見えないって。ユーマはそれでいいかもしれないけど、レイカはどうなるの？いつまでも若くないよ。気づいた時に手遅れになってもユーマは何もしてくれないよ。そうだよね。ありがとう、アンナ。ユーマとはもう会わない？うん、今荷物まとめてる。もう会わない？会わない。約束できる？うん、約束する。 LINE もブロックする？今した。うん、辛いけどそれでいいと思う。辛いけど頑張る。頑張って忘れる。1時間後。ケンジ、昨日はありがとう。こんな私でよかったら彼女にしてください。え、マジで嘘じゃない？はい、お願いします。やばい、嬉しすぎる。さすがに今夜は会えない。会える。私も会いたい。わかった、また改めて告白していい？うん。数日後。レイカ、LINE ブロックした？全然記録つかないけど。したよ。なんで？これからも会うって前にエッチした時言ってたじゃん。考え直した。もう会わないって決めた。それに彼氏もできたし。あー、言ってたやつ？ケンジだっけ？うん、そう。今までありがとう。大好きだったよ。ユーマもいい人見つけてね。はいよ。レイカ、幸せになれよ。半年後。
レイカ結婚おめでとう。とっても素敵だったよ。ありがとう。アンナの友人代表スピーチ完璧だった。レイカは泣きすぎだよ。あれは誰だって泣くよ。ケンジ素敵な人だね。うん。もうユーマのことは忘れた？誰ユーマって。抹消するレベルなんだ。うん。LINE もインスタもブロックしたし、完全に断ち切った。仕事も辞めたの？うん。ケンジが専業主婦で家庭に入ってほしいんだって。仕事好きそうだったのにね。でもそれは仕方ないよ。それに今の時代に専業主婦させてもらえるなんて、こんなありがたいことないからね。いい旦那見つけたね。うん、幸せになります。アンナの結婚式も絶対行くね。ありがとう。1年後。さっきはありがとな。やっぱレイカは可愛いな。体の相性も抜群だし。どう？明日も会うか？はい。